平四郎虫は山梨県西八代郡六号町に伝わる伝説、及びその伝説中に登場する虫。その昔、津面沢のある村で金持ちの家の土蔵の宝物が盗まれたという騒ぎが起きた。しかし土蔵には壁に小さな穴があったものの子供でも入れないような小ささであり、どうやって中に入ったのかは誰にもわからなかった。 騒ぎを見物していた者たちの中で平四郎という男が、そんな穴に入るのは、わけないと言い、穴の縁にご座を当てがって、体をうまく滑らせ、中に潜り込んでみせた。村人たちは驚き、平四郎は、火が立つにつれて、土蔵破りの犯人と噂されるようになり、ついに役人に捕らえられてしまった。平四郎は、必死に無実を訴えたものの、無実を証明することはできず、 村人たちも単眼することはなかった。無実の罪で罰せられることになった平四郎は、役人や村人たちに、必ず恨みを晴らしてやると言い残しつつ、首をはねられた。千葉県などでは、カメムシが、オオガムシと呼ばれる。その翌年から、村中に見たこともない虫が現れ、花がちぎれるほどの悪臭を放ち、畑という畑の作物を次々に黒く枯らしていった。さらに被害は、 近隣の村々にまで及んだ。人々は、平四郎の呪いと恐れ、怨霊を沈めるために、小さな銅を建てて、平四郎の霊を祭ると、ようやく飼い虫の害は沈まった。以来、村人たちは、この飼い虫を、平四郎虫、または、大賀獣と呼び、普段の銅を、大賀堂と名付け、毎年2月13日に、平四郎祭りを行うようになったという。別説では、 平四郎はかつては村人たちと共に働いて暮らしていたが両親に死なれてから人が変わり働くのが嫌になっていつも山で遊び放棄るようになったため彼が捕らえられた際村人たちは遊んでばかりの彼に味方しようとしなかったとされる大河中とはカメムシの地方名の一つであり平四郎虫の伝説はカメムシによる害が死者の転生とみなされたものとする説もある また、平四郎を祭った大河道は後に、住宅地となったために現存せず、西厚城郡市川三里町津浦沢の山際にある、薬師堂の中に、祠が一緒に祀られており、平四郎祭りも1月15日に、別の神の祭りと共に行われるよう変更されている。ありがとうございます。